1977年の黒瀬駅跡とその周囲、赤で囲った場所に駅があった。赤い線は田口線の廃線跡。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成黒瀬駅は、愛知県新首郎市黒瀬に、かつて存在した豊橋鉄道、田口線の駅。南下田群蓬来寺村にあった駅の一つである。 黒瀬駅は1929年5月22日、田口鉄道により開設された。田口鉄道は、現在の JR 飯田線本流しの駅と、北下良郡下良町を結んだ鉄道である。黒瀬駅は、同鉄道の第一期線として本流しの駅から、三河海老駅までの区間が開通した、際の途中の駅の一つであった。駅が置かれた黒瀬は、 豊橋と長野県の飯田を結んだ、今街道沿いの農山村で、宝来寺村役場の所在地でもあった。1956年10月1日、田口鉄道が、豊橋鉄道に合併されたため、豊橋鉄道、田口線の駅となった。そして田口線の廃線に伴って1968年9月1日、駅も廃止された。廃線となった、田口線はバスに転換された。 2012年現在、田口線があったルートに沿って走るバスは、豊か鉄バス田口新城線である。愛知県道32号流しの東映線を走行しており、駅があった黒瀬地区には、駅名と同じ、黒瀬などのバス停がある。一方、駅の跡地には、消防団の詰め所が建設され、駅付近の線路跡は、サイクリングロードとして整備されている。島式一面に線ホームを持つ、 友人駅で1956年の時点で駅長を含めて4人配置されていた。1957年度の乗車人員は9万6千人で、そのうち6割に当たる5万8千人が定期乗車券での利用客であった。この乗車人員は田口線全11駅において、本永しの駅、宝来寺駅、三河田口駅、三河海老駅に次いで5番目に多い。同年度における、 貨物取扱量は、発送が16,235トン、到着が227トンであった。田口線の貨物取扱駅7駅の中で、取扱量は本流しの駅に次いで2番目に多い。駅で扱っていた貨物の中には、宝来寺村の西隣にあたる作手村の岩波で、産出された形跡もあった。ありがとうございます。